ラストランで買った馬って、に対する視聴者の反応集。ラストランで買った馬って少ないよね。勝つ馬の方が少ない。基本的に小馬2年目はピーク過ぎかけてるから、それ以降のラストランは普通残念な結果に終わるんだが、凱旋門返りで圧勝したオルフェとかがおかしいだけで。だからボロボロの状態から勝ったオグリに脳を焼かれるんだ。オグリや帝王の復活大勝利が人々の脳を焼くのがよくわかるわ。結果だけでなくそこに至るまでの過程が好きやからな。まさしく物語の主人公のような運命というか宿命というか馬性だから、オグリ、帝王は語り草になるわけで。ラストランの相手が無敗の三冠馬二頭とかいう加減しろバカ、なれ？しかも勝ってるとかゲームの世界でしょこれもう。ラストランでレースレコードとかいう。あの年でまだどんどん強くなってるとか竹が言ってたくらい。正直最後のレース、京都大昇天、が一番強かったまである。マックイーンは勝ってる時も、まだまだ馬が若い、と言われ続けたと聞く。ラストランのつもりじゃなかったけど1200ダートで10馬身差つけました。距離より足が持つかわからなかったけど VSTTG 有馬記念は見たかった。ただマルゼンスキーが有馬記念走ってたら間違いなくテンポイント含め歴史は変わってたと思うが、個人的なラストラン1。捨て子の最後の直線で実況がどんどんただの競馬おじさんになっていくの笑うと同時に同調して泣いちゃう。故障で結果的にラストランになったとかでもなく、やることなくなったんで引退します、でレコード勝ちしてやめていく爆心の凄みよ。故障で引退は休養中に故障等で引退決定の馬も多いから事前に引退レースであることを宣言して勝つって珍しい。絶頂を極めたものに、もはや勝つべき戦いは残っていないのか。運命 CM。ノースフライトもラストランのマイルチャンピオンシップが戦前に引退発表。レコード勝利だったな。あっという間に春秋マイル制覇してすっと引退したから、爆心王の派手な凄さに隠れがちだが。ドーベルもエリザベス女王杯を連覇で引退と結構恵まれた終わり方だったんだよな。結果的にラストランって形だけど、マヤのトップガンの97年春天が大好き。それまでの過程がね。ずっとローレルに主役取られて成績も人気も2番手3番手扱いで、ファンにとっては歯がゆかった。最近だとジャパンカップのコントレイルと、マイルチャンピオンシップのグランアレグリアか。ラストランで無敗三冠馬の意地を見せたコントレイル好き。グランアレグリアのラストランは調教指定年も重なって厩舎一丸になってたのが良かった。最終追い切り任された杉原が頭抱えてたのが印象的だけど気持ちはすごいわかる。ラブズオンリーユーも良かった。オメガパフュームは引退するのやめたけど。一年鬱屈して過ごしたラブズはラストイヤーのカタルシスが凄まじかった。ラストランの勝ち方も根性丸出しで。オメガパフューム4連覇で優秀の美だったはずなんだけど、あれ？優秀の美もいいけどゴルシみたく最後にやる気はあったけど届かなくて燃え尽きた感があるのもいい。普通の引退はこっちのイメージだよな。常に2着に連れてきていた馬についに雪辱を果たされ、一つ下の変態の丸貝に刺され、その年のダービー馬との競り合いに負け、その年の菊花賞馬に負けて引退という時代の移り変わりを感じる引退も好きだ。明らかに衰えてる中で負けても2着。ラストランでも掲示板難エグすぎる。JC とかほんまに衰えてんのかってなるぐらいの足で抜け出してきたからな。いきなり新顔に敗れるのではなく、まず怒涛の雪辱から入るところが特にいい。引退レースで勝利で飾った後の引退式で、芝の馬、だったかもしれないと言われるコパのリッキー。3年間の苦労が報われるぞ。TM プリキュアようやく勝った、ハッピーエンドです、TM プリキュア、なお。まあ金層があれだったからしゃあなしだし結果オーライよ。まあ日経新春杯で引退してたら2人はプリキュアが見られなかったからね。ダイワスカーレットは牝馬なのにラストが有馬で勝利とかいうおかしなことをやっている。有馬でラストラン、牝馬、大外、逃げ、これらを備えて勝てる馬は今後出てくるのだろうか。ここまでカンパニーなしか。カンパニーはラスト2戦までの戦績があれだったので、余計にラスト2戦が際立つんや。さあ6年の集大成、見せてくれカンパニー、からの、大団円、で本当ルッとくる。は？また走るんですか？何もかんも JRA が悪い。関係者曰く前走のマイルチャンピオンシップの時点で走るのを嫌がってたみたいだしね。新山も走るレースがないから引退したと聞いた。当時は天皇賞勝ったら二度と出走できなかったんだっけ。爆心王もあれだが、
新山の取るレース全部取った、完全制覇、から引退ってのも大概。当時は天皇賞は勝ち抜けで出られず、JC もまだなく、一般オープンに出ようとすれば70キロくらい背負わされそうになると、三冠に天皇賞と有馬勝ともう出るレースなくなるんだよね。6歳で G1 勝った遅咲きで台頭する次世代に真っ向から立ち向かった末のタイムパラドックスのラストランの先行作勝利はほんとかっこよかった。なおシーキングザダイヤ2着指定席、G1 レース通算8回目。北サンブラックの引退レースで、ゴールした時、これが男の引き際だ、みたいな実況好き。おぐりもそうだけどアナウンサーさんの実況でよりドラマ性が増すよな。ジェンティルドンナが入ってないやん。引退敗北キャンセル初挑戦有馬引退ハック、ついてきてくれるライバル付き、はそやたまんねえよ。リスグラシュー入れろや。まだまだ勝てたよな、と思わせて引退するのがやっぱ花道だよな。若い時に出遅れで苦しんだモーリスがラストランで久々に出遅れたけどそのまま3馬身差で圧勝するの好き。本当に強くなったんやなーって感動する。グリーングラスの有馬は一つの伝説の締めくくりにふさわしいフィナーレ。自身の優秀の美だし、TTG の物語の最終章だし、70年代競馬のフィナーレだし、なんだこいつ？